はいそうしましたら1.2の,の「Hello World ーー」と、えー、やっぱりあれですよね初めての言語って言ったらやっぱりこの「Hello World」が必ずきますよねということで今回 Objective-CXcode を使って Hello World、えー、ーーが画面に出るようなアプリすごい簡単なアプリを1個作ってみたいと思いますではまず、えー、Xcode にインストールですね、えー、ちょっと まずです、ね、いろいろ計算違いがありまして実演しようと思ったんですけどアンインストールがかなり大変っていうちょっと記事を見つけまして、えー、そのため、えー、解説に載ってる素晴らしいサイトを見つけたので、えー、こちらを参照にして、えー、X コードのインストールをしてください。で X コードのインストールが終わったら、えー、こんな画面が出てきます。これあのあれあでですね Xcode の起動画面で、えー アプリケーションを選んでもらうところですね、えー、作りかけのアプリケーションを選んでもらうかそれとも、えー、新しいプロジェクトを立ち上げるかということで今日は初めてなのでをククリックしてもらいます次,、えー、次こんな画面が出てきますハローワールドを表示させるためのアプリを作るので、えー、シングルビューアプリケーションっていうのを、えー、これですね、えー、こっちか、えー、ここ,こうあ <laughs> こ,こ,ここですねこれを選んでください で次、えー、ここは、えーえー、このプロジェクトの詳細を、えー、表示するような画面です、えー、なのでまずプロジェクトネームとしてはこのハローワールド r l、えー、オ,オーガニゼーションネームが広勝悠川になったんですけどここはあの適宜変更してくださいで、えー、カンパニーネームに関してはえー、っとあですねエディドットセルフっていうのが一般的には個人で作る場合は一般的には使われてるってことなのでこれを入力してもらいます でえー、っと一番下にある「クラスのプリフェックス」これは、えー、X コードで作られるクラスのファイルに必ずこのつ、えー、いてくるセット時になりますで今回「Hello World」っていうアプリを作ることになるので「HW、えー」H w っていうセット時を、えー、入れてくださいで、えー、この下ですねここにあるこの「NEXT」をクリックします で、えー、プロジェクトの保存場所、えー、これはどこに保存しても、えー、問題ないです。僕は、えー、この書,、えー、書類っていうフォルダにいつも保存しています。で、えー、と下のここですね、ここ、えー、このチェックは入ったままにしておいてください。で、ここまでいったら、えー、と、コンプリートかな、ちょっとボタンが見えないんですけど、ここのボタンをクリックで、えー、すると、えー、こんな画面にいきます。じゃあ、まずここまで、えー、まずインストールをやってください。